体のメンテナンスも、はい、やっぱりね、ファイザー筋肉の緊張を取れるから、はい、筋肉痛とか疲労回復とかにもいいし。あ、そうなんですね、うん、アフターですね。これでも、はい、いや、ちょっと下から撮ります。はい、OK です。いや、ケースだよ、いや、これは足がすごいですよ。うわ、オーケー、楽しみですね。さすがにあの日も見たくないから、はい、ゴッドハンドぶりが、いや、もうこんなんで失敗しちゃいました。ありがとうございます。すみません、本当に。いいね、とんでもないです。片山さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。応援します。はい、声出しちゃいけないやつ。そうですね。あ、トイレ、トイレ。あ、そうですね。心の中でエールを送っておいてください。失礼します。すみません、失礼します。すいません。いや、すごいっすね。やばない、はい、エグいやろ。エグいっすね。すごい、だってもうこれ、いや、もうなんかもう血管の走り具合な全然違いますね。もうなんか、めり込んでたケツな、はい、はい、なんかもう笑うしかなかったですもん。エグいだったんですか。俺は見てビビった。いや、もうえ、ケツやばいことか、はい、ビフォーアフターが、ビフォーでもすごかったですけど、ビフォーですごいのに、え、はい、アフターやばい、やばい、やめてやめて。あそこのちょっとスーパー行って、はい、明日の牛肉を、牛肉とお米を買おうかな。はい、当日の食事はどういう感じなんですか？当日の食事は今もう完全には決まってはないけど、はい、ちょっと今晩の様子見で、あ、そうなんですね、うん、勘介さんに見てもらって、はい、で、多分明日はあの国産牛が結構合うから、はい、あ、うん、そうなんですね、外国産。そうそうそう、外国産の油じゃなくて、はい、国産の牛の反応がすごく良くて、はい、で国産の牛を明日入れていく。うーん、やけどちょっとまだカーボのカーボンをしっかり入れときたいから、はい、朝のうちに、はい、できるだけリーンな赤身の国産牛、はい、国産牛もも焼肉用、これにこいつします。
170g やからちょっと足りないから追加して、はい、1枚 200g 2つ買おうかな。何を見るんですか？え、いや何も見てない、あの美味しそうな方なんかだってこれ199円と209円でさ、はいはい、なんかこっちの方が倍値段するけどなんか確かにこっちの方が美味しそうやん。なんかこういう高い方がちょっとこういう時ぐらいどうせやからいいの食べようかなと思って食材調達はい、OK、じゃあ行くかホテルに。はい、はい、関内駅、うん、すごい JR 関内駅横浜スタジアムへ館内駅到着。ここから歩いて、はい、徒歩でホテルに行きます。すごいな。すごいですね。なんかなんかもうポッと入れそうですね。へえ、初めて来ました。今回のコンテストを出場決まったのはもうあれですか、発表があって、去年終わって、はい、うん、来年リベンジしようと思ったかな。はい、うん、でもともとは、はい、来去年のラバー の、はい、その大会のスポーツモデルで、はい、スポーツモデルはラストにしようと思ってて。あ、そうなんですね。うん、で俺自身 の、 その、はい、もうスポーツモデルをやめて、はい、クラシックに行きたいなっていうのがあったんやけど、はい、まあ、去年そのスポーツモデルで、はい、まあ、病気もあって、はい、自分の 100% を出されへんかったから、はい、でそれもあってもう今年もう一回スポーツモデルでリベンジしたいなと思って、はい、でまあそのスポーツモデルに向けた体作りをして今回挑戦っていう感じやねんけど、はい、まあでもやってたらやっぱりスポーツモデルがいいなって思うかな。うーん、だからもうこれからもスポーツモデルで行こうかなと思って、はい、スポーツモデルを日本で一番極めたいって思うようになってきた。うーん、もちろんサイズも大きくしたいっていう気持ちもあるけど、はい、やっぱスポーツモデルがかっこいいっていうのはあるから、うーん、スポーツモデルの究極にはまだ全然程遠いから、はい、そのスポーツモデルの究極にたどり着くまでやろうと思ってる。今回のコンテストが決まって、うん、減量幅っていうのは何キロぐらいだったんですか？減量幅は82からスタートしたから、はい、ちょうど10キロぐらいかな。へー、うん、それは何ヶ月かけて？5月16日からスタートしたから、はい、5、6、7、8、5ヶ月ぐらい、4ヶ月半ぐらいかな、はい、うん、大体もうそれは決まってるんですか？決めてるんですか？それはもうコンディション、いやもうでも大体4ヶ月ぐらいかな、はい、でちょっとまあ様子見で、はい、早めにやろうかっていうので、はい、ちょっとだけ早くした、はい、うん、感じかな。でも4ヶ月半やったけど、はい、まあ、それこそ最初の2ヶ月半ぐらいは3500ぐらいカロリー取ってたから、はい、もう全然減量してる感じがなかったな。うん、うん、はい、もうリーンバルクしながら絞れていくみたいな、うん、体重も全然減ってなかったし、うん、78ぐらいまで、はい、それはもう1年間食事をその原料だからこれって決めてるんじゃなくて、うん、そういう食事にしてるから、そう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 、そういうこと、楽に、楽にってあるんですけど、うん、だから4000ちょいぐらい増量でカロリー取ってるから、はい、もうその状態からもう4000から3500に落としただけでも、はい、もうそれだけでも絞れるから、はい、うん、で普通に基礎代謝以上取ってるし、はい、トレーニング強度もガンガン上げたままダイエットできるしって感じ、はい、もスポーツモデルナバーって言ったら有酸素すごいそうそうそうしてるってイメージがあったんですけど、有酸素も2ヶ月前から、あ、そうなんですね、2ヶ月半、うん、そうやな、2ヶ月前から始めたぐらい、その4ヶ月の、まあ、それは有酸素から何ヶ月から始めるとかあるじゃないですか、うん、
どういう感じなんですか、トレーニングは。はい、もう人によってそれぞれやけど、はい、俺の場合はもう最初はちょっとだけ食事減らして、はい、でトレーニング強度はしっかり上げたまま、はい、でそれでいったら普通に2ヶ月したらある程度絞れるから、でそこから引き出しとして、はい、もうできるだけ引き出しを開けずに、はい、減量の最後まで残しといて、で最初、朝一の有酸素だけ30分だけ、はい、やって、はい、でそこからもう徐々に増やしていくっていう感じ、うん、で最終どこまで水産最終ほんまに多い時は、はい、朝70分、はい、トレーニング朝何時ぐらいですか。朝一番早かったら5時スタートとか、ご飯食べずに、うん、ご飯食べずに起きて、はい、パーソナルの前に、はい、でコーヒー飲むとかあります、そういうの、うん、コーヒー飲んで、はい、ファイナルバーン飲んで、でそれもファインラボのコエンザイム9点、はい、一緒に飲んで、はい、あとカルニチン、はい、飲んで有酸素で70分やって、はい、でそこから朝ごはん食べて、はい、でトレーニング後も45分、はい、で夜も70分で行けるときはそれに追加して30分の有酸素を、はい、3本プラスしてやってたから、はい、4時間ぐらいはやってた時あったかな、マックスで。すごいっすね、うん、ひたすら有酸素みたいな傾斜いくつかあります。傾斜は、はい、トレッドミルでやるときは、はい、歩くやつは角度15度に上げて、はい、15度、はい、マックスに上げて、はい、4.4 ぐらいの速度。へー。でクロストレーナーでやるときはマシンによってちょっと違うけど、はい、ちょっとだけ傾斜つけて階段登ってるようなイメージで、はい、それも負荷上げて、でもほとんどクロストレーナーでやってたな。クロストレーナーきついですよね、やっぱりきついきつい、うん、でも全身運動やし、はい、関節に負担がかかりにくいから、うーん、膝とかやっぱ足首どうしても有酸素しすぎると痛めるし、うん、もう前傾骨とかふくらはぎをパンプしてしまうから。あ、そうなんですね。じゃあトレーニング強度落ちちゃうし、うん、そういう理由でクロストレーナーしてたな。それも有酸素も早い段階でもう仕上がったから、はい、早い段階で切り上げて、大会のもう2週間前には有酸素だいぶ減った。うん、もう直樹さんとコラボするときはもう終わったって言ってましたよね。あ、そう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 、それがもうめちゃくちゃいい状態やな、はい、うん、だから今元気なのは早い段階で仕上げて、はい、その体をいかに回復させた状態でここに持ってこれたかどうか。あれですね、去年のコウスケさんを知ってる方はみんな顔色いい顔色いいって言ってますもんね。そう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 口を揃えて言ってますもんね。そう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 、ほんまにそういうこと。食べてるもん。あ、リプリートって言っても結局リプリートしてないし、はい、リプリートって言いながらカーボン180ぐらい取ってたから、カロリー的には一番マックスでカロリー減らした時でも、はい、1800ぐらい。え、うん、カーボンゼロにも1日もしてない。あ、そうなんですね。最低でもカーボン、はい、ほんまに少なくて、はい、一番ピークで追い込んでた時でもトレーニングオフの日だけカーボ50とかにしてたぐらいかな。じゃあもうそこまでいって極端にカロリーを制限しなくてもいいんですね。2000以上は取ってた大体。フィジークとスポーツモデルの減量の仕方全く違うんですね。違うな、スポーツモデルは、ね、うん、まあなんか、まあ、実際そんなこともないんやけど、はい、フィジークはやっぱサーフパンツで足が隠れる分、あ、上半身が仕上がったら OK みたいなところはあるから、はいはいはい、でその上半身が仕上がったところからナバはさらに絞らなあかんから、でもこの減量っていうのは、はい、ほんまに人それぞれほんまにいろんな減量のやり方あるからさ、はい、まあ、結局なところステージで誰がどんな減量の仕方しようが最終的にどの体作ってきたかが評価される大会やからさ、
で僕はもうめちゃくちゃしんどいことしてきましたっていう点数がつくわけじゃないから、うん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 、あしんどいことしましたゲームじゃないんや、はい、もちろん楽して絞れるわけじゃないけど、はい、まあ、それをより計画的にしようと思ったらやっぱりいかにオフのコンディションを保った状態を作ってあげないと、はい、減量幅がやっぱ大きくなっちゃうとそんだけ体に負担がかかるし、はい、だからやっぱり年間通してボディービルっていうのは必要。一番なんか今回の大会でやっぱ証明したかったのはなんか関西で唯一のプロっていう風にみんな言ってくれてて、はい、やっぱ関西で触るんやったらコウスケやなコウスケくんやなっていう感じでみんな言ってくれてる中で去年あの結果やったから、はい、なんかすごいみんなに申し訳ない、うん、みんなそんなことないって言うけど、はい、なんかがっかりさせちゃったみたいな感じに自分もやっぱそういう風に思ってしまったし、はい、やっぱその証明っていうのもしたいからやっぱ関西って言ったらコウスケやんみたいな感じの証明もやっぱり今年したい、はい、明日、うん、だから関東にいるパイオニアスポーツモデルのフィルモアさんとコウタロウさん、はい、ナバコリアのプロでめちゃくちゃすごい、はい、俺もリスペクトする人たちでやっぱりみんなそこにどうしても習いに行くけど、はい、関西にいたら俺のとこ来たらいいやんっていうふうに、うんうんうん、みんな言ってくれるようにやっぱりそこはやっぱ体と実際成績で証明したいなって思う、うんうん、っていう話をしてたらホテル到着しました、はい、思いますね、はい、今日はここでお泊まりします、はい、着いたー